Guys, this is Clint's channel. 今塾から帰ってきて so excited. The Reputation magazine. Oh my god. 香港だと HMV というところで買えるらしいです。これを最近知ったので急いで買ってきました。1冊179ドルで、日本円はこんな感じです。塾から帰ってきたばかりで。Oh my god. I can't believe I've been waiting for this for so long. I thought I could only get them at Target. 名前の Reputation の通り、テイラーの評価をね、マガジンとかゴシップとかサイトで作り上げられたので、それで遊んでる感じがすごくユニークだなと思いました。ポスター2つついてきたので、開けます。Here we go. こんな感じ。Calendar!カレンダーだ。めっちゃ便利じゃん。もう一つ。ちなみに2冊買った理由は、Volume 1、Volume 2って2種類あるので、2種類とも買いました。I'm shaking, I can't open Volume 2. Wait, what? I got the same calendars? カレンダー2つだったわ。あ、そっか、ポスターはマガジンの中に入ってるのか。なるほど。マジで開けよう。ちなみにこっちが表紙です。The poster, it's here. You see it?これ可愛いポスターだ。なんか顔がバーンっていうのももちろん好きなんですけど、こういう部屋に合った感じも好きです。Is this the end of all the endings? Ah, Kill My Heart からの歌詞ですね。まずポスターから。I hope it's different. It's the same. Ah, 一緒だった。では次は中身をパラパラっと通していきます。ではまず Volume 1から表紙がこんな感じです。インスタグラムにはアップしてると思うけど、開けると彼女メッセージ、そして絵、で写真っていう形になってるんですけど、詳しいページ一枚一枚の紹介は他の YouTuber さんがやってると思うので、そういうのチェックしてみてください。私もそういうの見たので、一応何が入ってるかは買う前から知ってました。ちょっとプライベートの様子とか歌詞とか Endgame Ready for it これかわいい。すごいなんかナチュラルな感じが好きです。休んでる間こんなことやってたんだなっていうのは少しわかります。こちらはアルバム作れるみたいで組み立てるっていう感じで中に CD が入ってます。CD とともにソングブックっていう歌詞のちょっとした本も入ってます。もう普通にプライベートの写真とか、猫ちゃん、あーかっこいい。これは6月耳デューのミュージックビデオですね。あーこの曲大好き。デリケート後ろの水彩画みたいなウォッシュも本人が書いてます。撮影のメイキングっていう写真もすごくおしゃれで、スタジオで撮ったみたいです。これがすごい好きです。この写真King of My Heart の歌詞なんですけど、この感じも雰囲気も歌詞と合っててすごくいいですね。で最後は本人が書いた詩なんですけど、これもネットで検索すれば出てきます。でここめくると But I stay って書いてあって、また Painting、 裏はこんな感じです。本当に Reputation を作り上げたマガジンのようで面白いです。表紙がこんな感じで、裏がこんな感じです。めくるとさっきと同じメッセージ、あ、違う写真。 All the liars are calling me when nobody's heard from me for months. Call it what you want の歌詞ですね。写真は、あ、かわいい。プライベート感がすごい写真とかがあって、歌詞は違うのかな。 A getaway car, my favorite song. Oh my gosh. さっきちらっと見えたのもすごいかわいかった。 So cute.12月29日撮ったらしい。かわいい。この写真もすごい好きです。ナチュラルな感じ。料理してる。ところどころペンがかすれてたりするのがリアル感があってすごく好きです。あ、これもまたメイキングですね。6月目ミュージックビデオの面白かった。ここにし、モノクロだとまた迫力がすごいです。かわいい、笑ってる。懐かしい、レッドドアの時のだ。で終わり。後ろの詩はさっきのと違います。後ろの写真も I'm doing better than I ever was。 あー、これも Call it what you want の歌詞ですね。以上、レピュテーションのマガジンを開封した動画でした。いやー、本当にこの瞬間をずっと待ってたし、まさか手に入るとは思わなかったので、香港に住んでるのでとっても嬉しいです。皆さんの好きな曲は何ですか？コメントでぜひ教えてください。ではまた、バイバイ。